よいしょ。はい、例えばめっちゃ眩しいな。大阪城リフトで登っております。松山城や、間違えた、松山城のと登ってます。前に浩二さんいますけど、いや久しぶりや、登るん。ええ感じですね。これももうほんとギリギリ滑り込みで5時終了だったんですよね。5時終了やけど、もう5時に乗って帰りは歩きって、ええ感じっすわ。普通のこれ旅行動画みたいになってますけどね今。松山紹介動画になってますね。なんか趣旨と変わってきおるけど、まあまあこんなこともしながら、久しぶりやな。なんでもネタっすよねこれ。眩しい。城もあんまでかいんですよ。でかい松山城でかい。なんか現存するその天守閣付きの城が本当に日本にももう数個しかないうちの、だから大阪城、松山城、姫路ってあれ再建したんでしたっけ。大阪城もあれ元々しちゃうで。あれもう残ってるやつじゃなくてまた作り直してあれですか。もう何回も取り直してる。あ、そうなんですか。秀吉の時なんかにも石垣が見つかったので、全然元々建ってる場所やけど全然横やね。だからこれはその大元の石垣そのまんまやろ。そのまんまです。だとしたら珍しい。ああ。姫路はやり方があるでしょ。あの熊本城とかね。あ、熊本城覚えてないけど、俺全部はもう忘れてる。怒られるって言うから。できた。あのこの石垣がその時だとしたらすぐこれは。ああ。みんな大阪であと積んでるからあれは。だって空襲にも当たるし、ルールも。あ、そうか、しかも夏の陣、冬の陣、こう全部焼かれてる。焼かれる、そうか。で、ね、石垣も全然今の現存したんちゃうしか。ああ。もともと秀吉が作った時代の石垣はもうあのこの間発掘した時に発掘した来てる。そうか、確かに。だから全然ちゃう。そう。だからあんな多分、焼かれなかった。で、要は戦争にも負けなかった。ああ。そうじゃないとないんで。ああ、そうか。うん。ほんまにその時から言うと。これが天守。いや、あれ天守じゃないです。あれは、ね、二の森城とかこれは天守か、この上が。天守、これの奥に隠れてます。あ、松山、そう考えたらでかいですよね。でかいわ、これ。いや、これはでかいで。うわ、これマジでかいやん。これはでかい。こう普通に住んどって、まあ当たり前にあるけん。あんまり考えてないですけど。いや、これはでかいでかい。なかなか立派なもんですよね。あんだけいっぱいないで、だから。あれ一個で、いいんやけど、どっから。彦根城たるぐらいしか大きさが大きさが大きさが大きないで、あれを城って言ってる感じですよね、大体どこも。城は城やけど、そんなに大きないで、これは、この辺だけやった。え、誰やったっけ。お前が地元やろ。あの、下に馬乗った銅像があります。誰やねん。誰やねん。天守は誰や、誰やったっけ。城主は。いや、これだけ立派な本やから、それあれやろ。で、高知城よりもちっちゃいの。あの、こっちでも街中でしたっけ、あれ。街中。広めしもあるんやね。あの、大津城天守閣に泊まれるの知ってます。そうなの。100万ぐらい。殿様待機みたいな、その当時の殿様の御膳みたいなのが出たりとか。はいはい。